ソフトバンクの工藤公康監督、58歳が今期限りで辞任することが9日、分かった。就任から過去6年で日本一合同。だが、集大成と位置づけた今期は低迷し、今日10日にもリーグ優勝の可能性が消滅。CS 進出も極めて厳しい。手腕を高く評価する球団からは、夏以降続投要請を受けたものの、責任を負い。 辞退する意向を固めて申し入れた。球団は国久保勇気ヘッドコーチ50歳の昇格や外部からの招聘も含めて後任人事を急ぐ。上昇を誇ったホークスが1つの区切りを迎えた。